えー、皆さん、こんにちは。えー、桜山ハットです。えっとですね、今日はですね、あのー、まあ、ボクスイング、ボクスイングじゃない、ボクシングね。ボクシングがじゃない、ボクシングのね、えー、ちょっとなまっちゃってるな。えー、ボクシングの、えー、えー、まあ、注意というかね、あのー、よくね、ボクサーが、えー、痛めやすい場所、まあ、走行格闘技、ね、まあ、キックボクサー、ね、 あのー、まあ、みんな、あの、パンチ打つわけで、まあ、そういう動きに対して、まあ、負荷がかかるところってのがね、大体決まってまして、まあ、それが、えー、この手の、えー、この小指側、ね、小指側の場所、ここのね、ところなんですけどね、まあ、手で弾いと、こう、ね、このところ、まあ、皆さんね、まあ、あの、膨れた手伏せとか、まあ、ベンチプレス、 あと、まあ、ボクシング。ね、なんか、キックボクシングも含め。ね。えー、やってると、だいたいこういうところ痛めるんだよね。親指側ってのはなかなか少ないと思う<ー>、まあ。ないとは言わないけど。だけどね、この小指側。ね、これをちょっと解説したいなと思います。でですね。まあ、これあの、この後にね、あのー、まあ、バンテージのね、巻き方につながっていくんですけれども、まずなんでここが痛めるか。ね。 ま、あこれはあのー、ま、あここのところが、まあ、ま、あ私のね、あのー、拙い絵ですけれども。ま、あ手、小指がこうなってるんですよね。親指側。ね。で、こっちが、ええー、小指側ね。小指側。ね。ま、あこの絵、絵もこうなってます。ね。このところ。ま、あこれが、ええー、尺骨ね。小指側は尺骨、親指は頭骨って言うんですけれども、この尺骨側にですね、この、ま、あ TUC 損傷って言いまして、ええー、三角繊維 えー、軟骨。ね。三角繊維軟骨っていう、えー、ものがね、え、あります。ね。<ー>えー、まあ、その複合体。まあ、いわゆる、まあ、人体と軟骨が混ざってるんだよね。まあ、そんなようなので、まあ、ちょっと絵で描くとすごいごちゃごちゃしてますんで、まあ、だいたい総称して、まあ、これ三角みたいなのがあるんだな、というので、これ軟骨なんで、軟骨と人体。こっちは骨なんですよ。で、どっちが強いかってわかりますよね。パンチを打つと、 軟骨側がパンチを打つと、ぐにゃっと、ぐにゃっていうかね。まあ軟骨なんで、ぐにゃっていっちゃうんですよね。まあそれで、まあちょっと痛めちゃうと。ね。で、やっぱりあの、まあ特にですね、あの、まあ、あのサンドバッグなんかも打つと、サンドバッグは硬いよね。あの、まあ私なんかね、まあベンチ、ベンチが150キロ以上上がりますんで、まあそんな人がパンチを打つとですね、 どうしてもあの手の骨の方が曲げちゃいます。で、まあ、皆さんも、ま、鉄の人間だったら別ですけどね、あの、まあ、生身の人間だと、本当にあの、手の方が曲げちゃうんだよね。だから、そうすると弱いところ、どうしても肩ね、こう、あの、この軟骨の部分、こっちは骨、こっちは軟骨なんで、どうしてもパンチを打つと、こういう感じで、こっちの方いっちゃうんだよね。こっちの方に、ま、弱く力が逃げると、ここが損傷するというので、 まあ、あの、かい、ね、この、海外、海外、ね。まあ、海外が特に、あの、ね、痛い、痛める。ね、痛いっていうかね、やると痛い。こう、痛くなるという、こう、回すけど、ドアとか回すけど痛いんだよね。あと、こう、う靴っていうの手をこう、ね。あの、後ろ側にこう上げる。これも痛いんだよね。こっちも前もちろん痛いんだけどね、小屈が割ってるんですけど。ね。で、こっちももちろん痛いんだけど、こっちも、なお痛い。ね。 もうこうなると、もう TUCC 損傷ということで、ね。あの、ま、あよく打撃で、ね。あの、こっちが、損傷したということです。ま、あこれ、直し方は、うーん、まあ、あ接骨院に行ってください。ま、あね、もしくは、えー、整形科さんの方に行ってくださいね。で、ま、あ直す方法は、ま、あね、あの、いいとしまして、まあ、あこの、なんだろうな、あのー、 ま、このね、あの、な、怒らない方法、ね。この怒らない方法を、えー、ね、あのー、怒らない方法を解説、解説、怒らない方法を解説していきたいと思います。怒らない方法を解説していきたいなと思います。ね。それでは、ちょっとあの、やってみたいと思います。まあ、バンテージの巻き方なんですけどね。バンテージの巻き方、ね、を解説していきたいと。 ね、思います。